サソリ固めで勝利を収めております長州力。さあこれ走った、長州が走った、長州はもう勝負出ましたね、長州勝負に出る。試合が始まって10分が経った、10分経過の段階で長州がさあリキラリアット2連発、 G1 悲願の初制覇の時には初日橋本と戦いまして、リキラリアットなんと7連発も行いました。サブライフカウント 2.5、 橋本肩を上げてまいりました。 IWGP ヘビー級タイトルマッチ、橋本はじっと耐えてこうチャンスを見てますね。ああそうですか、見てます。長州力が先に仕掛けました。さあそれがためから一転して今度はリキラリアット打撃技、リキラリアットそのまま受け止める、この橋本真也受け止める言葉プロレス、相手の必殺技というものを受け止めてそれを上回る体力を持たせることもチャンピオンの勝負。今も3つですね柴田さん。そうですね、ということは合計6つですね。マリニアルとですね、あれだけの体力がありますからね、ビリビリしますよね。右腕がへし折れても、右腕が何らかの格好でもぎ取れても、俺は絶対に 1.4 東京ドームリキラリアットで倒してやるんだ、サイパンで叫んだ長州の言葉が今ふと思い出されます。7発目いきました。橋本に帰るすごいね、後ろから行った、円髄後頭部よく向かってきますよ。もう1回合計9連発リキラリアット、右腕に強烈なダメージ、明日のことは考えていません。長州2.8クリアしてまいりました。橋本真也今年は大変な年です。新日にとっても大きな年です。ドームサーキットが行われます。この東京ドーム 1.4 を皮切りに 5.3 の大阪、 8.0 そして 1.0 の名古屋、福岡ドームの方でも行われようというドームサーキット、そのチャンピオンとして君臨できるのはどちらなのか。毛先りが右腕に突き刺さった。さあ日本刀でぶった切ったか、橋本の反撃バラスは、このチャンスを待ってましたね橋本はね。しかしちょっと待ってください、今バラスを崩しましたか、今どうしたんでしょうか、橋本ちょっとバランスを崩しました。長州に思い切って爆殺シューター、シュート何連発かを見舞いましたが、その手下げりです、痛いですよ、もう見るだけでもゾクッとしてまいります。本当斧と言いますけどね、斧みたいですよね、斧ですよね、この蹴りと斧、リキラリアットものすごい破壊力ですが、マスさんね、はい、この橋本の蹴りとですね、蹴り切りチョッパー、そんでそこらのですね、パワーと暴きが違いますね。そうですね、はい、全体重かけてますからね。そうです、135キロが乗ったって言っています。大砲みたいね、蹴りですからね。さあ長州が耐えている、そのマスさんを押し去る大砲。